どうも、新宿アボイ神木です。以上です。新宿アボイの中年の市長でございます。ねえ、すごいね。もう伊沢さん、もう帰れるでしょ。これ帰れる準備はしてます、ね、これ最後の一本取ったら帰れるでしょ。すごいね。帰りますよ、それ。すごいね。あら、カバン、私買ったんですか。買いました。ねえ、僕ちょっと初めて見ましたね、このカバン。はい。あららら、持ち手がね、結構ボロボロになってるんで、安いカバンなんでね。ああ、これは、これも、それは、いやいや、なんかいいカバンなの。全然良くないです。ああ、そうなんですね。はい。うん、ほら、安物、安物。あ、安物カバン。安物って言ったって、そんな安くはないでしょ。まあ安いです。本当に安いです。あ、本当に安い。7000円とかそのまま。ああ、そうなの。なんかすごい、なんか、高級に見えたから。はい、まあね、金京さんの目からね、高級には見えるでしょうね。どういうことだよ。失礼。わらを編んだカバンを持ってる人。そんなカバン持ってないわ、俺別に。普通のリュック背負ってるわ、あんな。そのやつ、なんだっけ、うん、俺はあんまりそのメーカー知らないからあれだけど、持ってますよ、ちゃんと。どっか拾ったやつじゃないですか。拾ってません、買いました。買ったんですね、はい、明らかに買ったやつです。そうですか、ね、そうそう、まあそっか、伊沢さん、夏場はリュック知らないからね、汗かくから、ね、俺もう汗っかきなんですよ、はい、体が。そうですけどね、びっちょびちょなのが嫌で、うん、リュック嫌じゃない、うん、よく背負ってんなと思うもん。まあでも私、あれですよ、電車乗るときはもう確実に荷物の上に乗っけるんで。そりゃそうだ。うん、いやいや、電車乗りながらリュック背負ってるやついねえだろ。いやいや、まあまあ、いやいや、極力、だから、ちゃいちゃい、そういう話じゃなくて、極力置くっていう話。手で持って移動とかではないでしょ、だって外を。ああ、まあでも肩にかけてとかあるよ。まあ、肩にはかけんだけど、リュックってこの、なんつうの、それも嫌じゃない。肩が濡れちゃうのが嫌。まあまあ、それもあるから、でもあれか、金京さんも赤しか着ないから。うん。汗じみがそんな目立たないもんね。いや、赤もやっぱ目立つ。まあまあありますよ。チェックなんかだとあんまり目立たないです。目立たないでしょ、うん、なんか汗じみがさ、目立つの嫌だなと思って、うん、汗じみが目立たない。それこそさ、迷彩のやつとかさ、うん、黒い水玉のやつとかね、うん、汗じみがあんま目立たないから。なるほどね。あれはいいんですけど、うん、それが嫌だから、まあ、リュックも嫌なんでね、うん、ここだけさ。まあ確かにね、うん、ね、アマレス選手みたいになるじゃん。うん、まあ確かにここだけね、釣りパンみたいな形になってさ、うん、そうあれがやだ。だからリュックもあれ、私リュック洗濯しますからね。あ、洗濯してんの。洗濯します。いや、塩になっちゃうもんね、汗ね。そうそういう感じ。ほら、たまにちょっとすごい半乾きみたいな匂いするリュックの人いる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 。お前だろみたいな言い方してるけど、いや、そんな被害妄想捉えられないんだけど。じゃあ、金城さんからそんな半乾きの匂いしたことないですか。ないでしょ。ないです、はい、だからそれが嫌だから。そういう人いるよな、はい、今日か。だから確かにね、リュックも服と同じように、うん、汗染みてるわけだからって考えたら、やっぱ洗いますよね。あのネットに入れてね、うん、洗濯ネットに入れて洗濯機で。でもまあまあ洗うとやっぱりね、そんなないから。それがちょっとね、気にはなってたんですよ、リュック、ね、使うようになってからね。夏場のリュックね、うん、リュックって洗っちゃって大丈夫なのかなと思ったら、意外と洗って問題なかったから、何回か洗ってますよ、はい。だからでもね、今日私この3本やったじゃないですか、3箇所ね、漫才を、はいはい、今日まだ若干涼しいけど、うん、おいで池袋終わって上野移動して浅草じゃん、はいはい、これむちゃくちゃ暑かったら、まあ言ったら衣装脱いできてが3回やるわけでしょ、うん、これ汗だくになるなと思って、移動の時なるでしょ。なると思うよ。これちょっと考えないとなと思って。着替え持ってくれじゃん。そうそう、いや、だから下着とかさ、おせめて中の下着ぐらい。おいや、これべっちゃべちゃのまんま、またずっとそれを一日着てんのちょっと気持ち悪いしね。うん、濡れてるやつ、ね、そうだ。ワイシャツもさ、一応もうこれ着替えた時に衣装ケースにワイシャツも入れちゃうと、もうべっちゃべちゃになるじゃん、この。だからワイシャツはワイシャツでもう他にビニール袋に入れて、持って行って、次の現場でビニール袋が出すように今日はしたんだけどさ、そしたらさ、他は濡れないじゃん。その代わりワイシャツはちょっと濡れてるけど、まだそっちの方がいいのかなとか、こう一緒に入れちゃうと、これもなんかさ、ま、そのワイシャツを今日置いていくわけでしょ。いやいや、もうね、いや、そのまま持った。もうこんなに今日汗かいたら、これはもうやっぱりさすがに置いていけない。これは持って帰ります、私今日。毎日持って帰ってくださいよ、ワイシャツは。いやいや、まあまあ、その、あ、これ大丈夫でしょっていう時は置いてきますよ、うん、これ大丈夫ですよっていう時は
俺みんな置いててんの。いやだ俺信じられないんだよね。俺こうやってちょっとね、うん、まあ、ちょっと写してもらっていいですか、うん、楽屋担当で、うん、こうやってワイシャツ置いてってる方ね、うん、たくさんいらっしゃるんですけど、はいはい、なんかね置いててますよね、まあ、新しいの着たくないのかなって俺もうね。いやいやまあまあまあでも一応まあまあ変えてる人もいるとは思うんですけどね。基本は変えると思うよそれは、うん、基本でも置いてく、いや置いてく人の方が断然多いでしょ。え断然多いの。断然多いと思うよ。ワイシャツ、ワイシャツ信じられないね。まだ冬場ならまだまだ100本譲って上がるけど、夏場置いていくの。いやでもね汚れちゃうでしょ襟とか。あまあね。いやだからね私ももう今日3本やって、これ3本やった日言ったら今は別になんかもう書いてますよ、なんとなく書いてるけど、これをまた置いといてまた着るのはちょっと違うなと思いました。思いながら移動してました今日。そうでしょ。これはもうやっぱり変えないと。気持ちも違くない？なんかうわ汚れてんの着んのかとかさ。そうそうそう、いやそれもね思ったの。思うでしょ。うん、だから私変えた方がいいと思いますよ。持って帰ります、うん、あのすごいいっぱいある時はね。だって多分来週3本とかあるよ。3本ある日とか4本もない。4はないか。来週、来週だから再来週まだ1日同じの着通すは俺は分かる。そうそうそう、それはまだ分かる、うん、俺は。でも日をまたいだらやっぱ新しいの着たいでしょ。うん、もう新しいの着れるんですよ。毎回そうしてくださいよ、うん、だから例えばさ、なんか泊まりで行って、その日やって次の日もあるっていう時はさ洗えばいいじゃん。いやコインランドリーあるじゃん。それは宿泊施設にあのシュッシュする。シュッシュ、まあいいよ、ワンステイとかでそんな言うほど汗べっちゃべちゃにかからない限り。いやシュッシュするホテルで。私基本的にあのビジネスホテル泊まりの時はまず衣装をシュッシュするっていうルーティンがあって、そうなんだ、うん、俺はもう、ま、洗濯機があるかどうかまず検索するね。ああなるほどね。なければもう一応持っていく。ああなるほど。あその代わりもパンツはもう3日間同じパンツ。いやいや、なんてね。あなんてね、なんてねですよ。そんなわけないじゃん。なんてねさん、芸人さんでしたね。そうね。しょうがない、しょうがないね。な気づかなかった。冗談 言わない人だと思ったから間に受けちゃって。そんなわけないじゃない。ああそうですか。汚い、ね、いやそうです。あそうですか。だからまあいい、そうジャケットとかもね、まあクリーニング、クリーニングどのぐらいペースで出してますか。まあ半年に1回ぐらいだね。あそしたら私の方が出してますね、クリーニング、ね、はい、で夏場すごい汗かく時は、うん、もうイレギュラーで出す。ああなるほどね。でスケジュール見て、あ、はい、出しそうだなと思った時は出す、うん、だからそうです。だから今基本今2個で回してるから私。ああ2個もあるのね。俺 1着しかないよね。そうそう1着しかないから。今1個はクリーニング出してますよ。でもこれもクリーニングから最近クリーニング出したやつだから、こんな感じで汗かくんだったら多分もうまた出した方がいいだろうなと思ったりするね。なるほど、ね、でほら移動の時とかさ結局ある言ってもさだからめちゃめちゃになるから、それでもうずっと釣り竿みたいなところにさかけて、うん、こうやってもう乾かしながら帰るのがいいんじゃない。白旗みたいな。いやいやいい、これ持っていいでしょ。持っていいでしょ。まあ確かに乾くかもしれないけどさ。いやそブンブン回して、いや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 、そんな普通に持って帰らしてよ、うん、でもなんかこの濡れたまんまで畳んで持っていくのがちょっと気持ち悪いよね。分かる、それは分かるわ。縛になっちゃったりもするし嫌だな。すぐ家帰ってね。そうそう、もうすぐ開けるね私も。ね、すぐシュッシュして家でも。どうですかね、金京さんのね衣装事情をちょっと今日は調査しましたけど参考になりましたかね皆さん。いや参考にならないでしょこんな話ですね。私の衣装事情なんてリュック事情とね、リュック事情と衣装事情をちょっと取材させていただきましたが、ね、皆さん参考になればよかったと思いますんで。取材されてたんですよ私も。あそうですか、まあよかったら参考にしていただいてね。はい、というわけでね今回は、うん、キリがいいところね、この辺にして。そうですね、すごいですね。出番の本当出番前と出番後で7本取り終わりましたね。結果なんだかんだ。まあ、ちょっとまあショートバージョンでいつも10分以上喋ってるんですけど。あ、まあそうですね。ちょっと短めでしたけど。はい。というわけで今回はこの辺にねさせていただきたいと思います。どうもありがとうございました。ありがとうございました。